生物研究班です。今日は私たちと一緒に対岸に生息しているカワイナとホタルの関係について学んでみよう。それじゃあ対岸にレッツゴー。ちょっと待った、準備は忘れたらチッチッチッダメだよ。そうだった、テヘピロ。京谷くん、使用する道具の準備と道具の説明よろしく。はい、では説明します。まずこれは実験に欠かせないコドラート、そしてこれがドーナガ、そしてこれが使用する代わりに名を入れるペットボトル。京谷くん、説明ありがとう。それじゃあ今度こそタイガーにレッツゴー。よっと、タイガーに到着っと。あれ、あそこにいるのはカワニナ研究会会長の新谷くんじゃないか。いや、これはこれはタイガー生物研究班の人たちじゃないか。今日はどうしたんだ。俺たちはカワニナが流されにくい性質を調べるために実験をしに来たんです。じゃあ早速実験を始めよう。で、誰が川に入るんですか。2人必要ですよね。じゃあ私が入る。じゃあ俺がどうぞどうぞ。はぁ、やるのか。手準備万端じゃん。じゃあやろうか。まず川に多い低質の石、砂と人工物のコンクリートの場所を選びます。次に3つの中でどれが流されにくい低質なのかを調べます。川のそれぞれの低質にコドラートを設置します。10から25個体を放流して30分後に移動したカワイナの場所を記録します。カワイナを中心部に放流して30分後にどこに移動しているのかを確認します。コンクリートはとどまっていた個体が多かったですが、石、砂は登っている個体が多かったです。またコンクリートと石は似ていますが、石の方が登っていました。その理由は流速が関係していると思い、追実験をしました。流速が同じ場合を調べるために物質性ポンプ実験をしよう。俺も結果が気になるからこの後も実験を手伝うよ。じゃあとりあえず物質に帰ろう。ちょっと、あれ、藤田さんは。藤田さんは道具をきれいに洗ってるよ。先に実験を始めよう。はい、わかりました。それでは今から行う実験の説明をナレーターさん、よろしくお願いします。水槽にペットボトルで作った筒を用意します。その筒に砂と石をそれぞれ底一面に敷きます。そしてポンプを2台使い、図のように筒の中に水を流します。じゃあやっていこうか。砂だとカワイナはすべて流されましたが、石の場合はとどまる個体が多いことが分かりました。実験1と追実験から、石だと強い流れでも耐えることができ、安定して生息できることが分かりました。ただいまー。じゃあ実験をしようか。実験はもう終わったよ。まあいいか。いいんかい。次はカワイナの餌について学んでいこう。ナレーターさん、詳しくはよろしく。日向と日陰の川の中にブロックをそれぞれ4つ設置します。約3週間後にブロックを回収して、ブロックの上面についているケイ素をたわしで全て取ります。そして1日整地し、沈殿量を日向と日陰で比較します。またブロックの表面と内部にくっついているカワイナを計測します。じゃあ対岸にまた行こうか。レッツゴー。ヨットを早速設置していこう。なお、照度の平均値は日向6万5000ルクス、日陰1万3000ルクスです。はぁ、3週間後まで待とうか。3週間後に集合しよう。よし、帰ろう。みんな、揃った？揃いました。じゃあ私は理科室に行って準備しておくから、あとはよろしく。了解。じゃあ、京谷くん、開始していこう。はい。日向の方が日陰よりブロックについているカワイナの数が多いことが分かりました。よし、じゃあ持って帰ろうか。ただいま。おかえり。準備する道具はこれでいいかな。これがたわしで、こっちがビーカー、そしてこれがメッシリンダー。よし、実験開始。沈殿量を測った結果、このようになったよ。結果は日向の方が日陰に比べ、珪藻量が約5倍となっていました。
つまり日向の方が日陰より川稲の餌が豊富であることが言えます。実験2から光が当たっているところには餌であるケイソウが多く生息しており、川稲の数が多いことが分かりました。結論から、川稲の生息的地には川稲を餌とするホタルが多く生息していると考えられるので、実際そうなのかを調べました。川稲の生態が分かったから、次は川稲とホタルの関係について学んでいこう。じゃあ実験の説明、ナレーターさんよろしくお願いします。約2週間、夜の7時45分から約1時間、地点1から3、ルート偏差値1から2で調査して、発見したホタルの数を数えます。次に調査機関に発見したホタルの合計を調査日数で割ります。その後、調査地の範囲をメートルで割り、1メートルあたりのホタル生息数を算出します。夜中に集合するってこと？そうしたいけど危険だから、今回は私一人で行ってきた。それを黒板を使って再現しよう。やあ、新也くん。やあ、おたりさん。ホタル夜間調査の件はどうなったのかい？ホタル夜間調査をしてきたんですけど、このホタルがルート1に多かったんだ。ナレーターさん、詳しくはよろしく。ホタルがよく生息していたのはルート1でした。なので、ルート1と他の地点の違いを調べました。地点1から3、ルートセンサス1から2について調べるために、河合の生息的地調査をしよう。ナレーターさん、詳しくはよろしく。まず、2人で対側の地点3から入ります。そして、四角の枠を川の中央にランダムで設置します。その時に、河合なと浮石の数を数えます。なお、浮石は河合なが隠れる場所として知られています。そして、提出を茶碗1杯分すくい、それをふるいにかけて、残ったものを目測で測ります。また、東西南北どの方向に日光を遮るものがあるのかを記録します。以上の調査を図の A から Z から A5 の31箇所の地点で行います。説明ありがとう。じゃあ、対側に行こう。よし、実験していこう。調査地点 A から Z から A5 の31地点の日当たりの良さを、よく当たるは2点、少し当たるは1点、全く当たらないは0点として算出し、31地点のそれらの値をホタル調査の区域ごとにまとめて平均値を示しました。また、川稲の数も同様にしました。そうすると、ルート1には他に比べて北以外で日当たりがいいことが分かりました。そして、川稲の生息数とホタルの生息数の関係を見ると、川稲が多い場所にホタルも多く生息していました。ルート1のような場所を増やしていくと、ホタルが増えていくと思われます。以上のことから、提出が石であるが、植物によって日差しが遮られている場所の草を刈ることで、川稲が増加するのかを追実験2で確かめることにしました。また、長期的な目標として、川稲が増加することで、ホタルの回復も期待できます。さあ、提出が石であるが、植物によって日差しが遮られている場所の草を刈ることで本当にそうなのかを確認しよう。ちなみに日陰と日向のブロックの実験方法と同じです。このように水面に光が当たるように草を刈りました。その後、同じようにブロックを置くと、この図のように川稲が増えました。これでホタルを増やす方法が分かったね。じゃあナレーターさん、最終結論よろしく。今までののをまとめるとこのようになります。つまりルート1のような場所を増やしていくとホタルが増えていくと思われます。私たちは来年も調査していきます。おお、京谷くん、達成感に浸っているのはいいけど、まず新也くんに感謝しないと。今回は手伝っていただいてありがとうございました。いいえ、こちらこそ。協力して実に興味深かったです。じゃあみんなで打ち上げでもしようか。いいですね。じゃあとりあえず部室に帰ろう。はい。3、